どこ行ったの？友達んち、うん、なんかまず前提に、うん、俺は別れたくないっていう前提に話を進めていくね。うん、あの、同居人とその家で週の半分ずつ暮らして、どっちかがいるときは同居、眉がいるときは同居人とは友達にいるっていう部分で、あの、まあ、信じてほしいってことでしょ。で、あの、服のためにも、ハニのためにも、その家で暮らすことが、あの、犬にとって環境がいいから、そこの家に住みたいってことだよね。ってことは、その、二人の犬が死ぬまで、寿命がわかんないけどね、二人の犬が死ぬまで、その家に住み続けるってこと？例えば、俺がペット可能でね、マユが、あ、犬にとっていい環境だなって思うような場所に、そういう家を俺が頑張って探しても、そこには俺とマユと福とハニーちゃんでは住めないの？もしもし、俺がペット可能な、いや聞いてた、正直ちょっと今わからなくて、同居人の人は俺と同じ男だけど、なんて言ってるの？多分俺の立場に殺害予告したことがすごい許せなかったみたいで、殺害予告はしてなくて、ツイキャスやってる時に駐車場にいるから来いやとか、そういう煽りはしたけど、殺害予告はしてないんだ。なんかそれを殺害予告で本当に許せなかったみたいで、だけど私が今日ちゃんと話して、うん、ゼロワンとね真剣にっていうのを理解してくれたから、例えばだから私がゼロワンと企画とかでね温泉とか行くとかいろんなところに行くってなっても、それは全然応援してるしって。でも結局は戻ってこいってこと？家に。いや、そうじゃなくて、私がいない間、服がすごい、病んじゃってたみたいで、なんかそれが心配だったみたいだよ。うん。だから、同居人っていうのは、俺と同じ男の立場じゃん。いや、だから、その服のためを思って、一緒、この家で住めばいいし、だけど私がいる間は、他の家に行けば、いいじゃんっていう。別に本当に服のため、このハニーもねこの家に行った方がいいって表して、そりゃね、服のためってすごく大事なことだけど、マキが今日真剣に話して、俺のこともね、配信のことも理解してくれて、二人のことを理解したんだったら、新しい家を借りて別に俺と暮らしてもいいじゃん。で、犬をほったらかさないように生活。でも服を、もしもし。なんで聞いてます。いや、勝手に切れたけど。もしもし。うん。二人のこと応援してるんだったら、同居人の人は俺の立場に
まあ正直ちょっと不安もあるな。正直不安な気持ちもある。頑張って信じようと思ってる。いや、そうじゃなくてさ、同居人と私ってどういう関係って思ってる。だからマキが言う通り、10年来の友達で手もつないだことのない関係だって信じようと思ってる。いや、それだけの関係じゃなくて、本当に、本当に親友なんだけど。うん。だから、ゼロワンにね、ずっと言って、殺害予告はまずしてないから、そうやって言うのやめてくれない、まゆ。あ、ごめん。俺殺すなんて言ってないから、一言も。いや、わからん。なんか相手がそれですごい、すごい怒ってたみたいでね。うん、俺がちょっと煽りすぎて、それは嫉妬してね。で、そのネットに関しての、何だろう、慣れがないから、知らないから。それはごめんね、俺が煽りすぎたの。応援してくれるんだったら、俺がちょっと不安になる気持ちも分かってほしいけどな。だから、週の半分は親を気に住んで、その週の半分は会社が気に住んで、家賃を返還でやっていこうっていう話でまとまったんだよ。3人で話しても俺はマキと4人で暮らしたいっていう。そうじゃないとよくわからない。1年経っても2年経ってもずっとこういう生活になるわけ。それってちょっと一般的になかなかないケースじゃん。だから例えば生活は俺と一緒にして、でも服に思い入れもあるし、友達だからちょっと犬連れて遊びに行くねとかだったらまだ理解できるんだよ。一緒に生活するっていうのがちょっと、いや、まあ、その一緒に生活するとかじゃなくて、家の半分を順番ずつ住もうっていう。でもその家は同居人さんの家であって、でも眉だって折半で払うんだから、眉の家でもあるわけじゃん。そしたら元同居人さんの家じゃん。じゃあまゆは犬のことと俺のことをよく考えた上で一番ベストな選択だと思ってるんだね。まゆも同居人さんも。正直言うとやっぱ全部を取るってことは難しいから、あんまり言いたくないけど、俺と4人で暮らしてたまに同居人さんにね、家に行ってその福ちゃんに思い入れがあるんだったらたまに会うとか、月に1回会うとか週に1回会うとかっていうのはそれは考えれないの？
同居人さんもそういう考え方にはなれないの？いや、そうじゃなくて、そうじゃないのか。週に、離れて4日間で、服はずっと不安定になってたらしいよ。で、ずっと遠吠え上げてたんだよ。いつもはそんなことしないのに。だそれは、だから眉がいれば、っていう問題じゃなくて、同居人さんと眉がセットでいないと不安定になっちゃうってこと？いや、私は服の権利を同居人にあげる。なんでかってすごいお世話になったし、すごい私のことを考えてくれて、すごい服のことも考えてくれて、あいつから全部は奪えないよ。だから本当に奪えない。だから俺と一緒に暮らしながら福ちゃんに会いに行くっていうよりは、その家に暮らしながら俺とたまに会うっていう、そういう強弱なわけじゃん。そういう考え方よな。だからゼロワンと暮らしながら福にたまに会いに行ってね、福との時間を過ごすっていうよりは、その家をベースにしながら俺と会ったりして付き合いを続けていきたいってこと。マユは、俺は前提に別れたくないって言ったけど、マユはそれはゼロワンが決めて、マユは前提に別れたいの、別れたくないの？いや、私は別れたくないけど、ゼロワンが決めて。だから俺も別れたくないから今提案してるんだけど。俺と暮らしながらたまに福ちゃんに会いに行くとかさ、そういう感じじゃダメなの？じゃあハニーはどうするの？じゃあハニーは、ハニーは服をセットしないとダメなの？ハニーは福ちゃんとセットじゃないとダメなの？そうだよ。ハニーも便秘になってストレスになってるし、福もハニーがいないから寂しくなってる。私もいなくなって、全部が寂しくなっておかしくなってる。福は本当に。でも私は服を同居人に奪うことはやっぱりできないわ、絶対にできない。じゃあもう一回聞くけど、別れたいか別れたくないか教えて。別れたくないよ。じゃあ、まゆが提案したことを俺が飲むか飲まないかって話ね。俺が決めてっていう話でいい？もう俺が他の提案をしたところで、やっぱりその同居人と話し合いをした上で、それがやっぱ最善。同居人さんは俺たち二人を、ちょっとうるさいよ。すいません。同居人さんも二人を応援する上で、話して、それがまあ一番犬にとっても俺たちにとっても一番いいっていう結論になったわけでしょ。マユは今俺と話してて、ああ他のこともあるのかなみたいないうか、うん。同居人と話したんだけど、うん、好きとかじゃなくてそういうのじゃない。それは分かった、何回も聞いた。そういう関係じゃない、うん、それは分かった、聞いた。嘘つく
のが本当に大事だよ。家族よりも大事な人なんだね。うん、本当に親友。あいつが分かった、もう、うん、ずっと聞いてたよ。いや、俺は分かろうと好きだから信じようと思って、だからしばらく離れるけど同居人の人と会ったり話したりするの分かってたけど、俺はまあ信じてたよ。うん、だから今も同居人の人が家にいないって思ってるよ。俺は前を信じてるよ。うん、でも俺がその不安になる気持ちっていうのは分かってほしくて、うん、いくらね49歳で親友って言ってもやっぱ男と女だから、で俺結構嫉妬深い性格してるじゃん、うん、だから信じてるけど、そうやって常に不安な気持ちがあるっていうのは分かってほしい。それが俺の意見。だから俺ももうなんだかんだいろいろね、前にひどいこと言ったりとかしたけど好きなんだよ。だから俺が理解できるようにする。ちょっと、トイレ行っていい？つか、もう電話切るよ。あ、分かった。うん。で、ちょっと考えるね。うん。うん。じゃあね。ちょっと好きだから今別れるっていうちょっと決断がちょっとできない。俺は真舞を信じたい。同居人の人と話す3人、ちょっとなんかネタっぽくなっちゃうわ。元気をつけようかな。こんなに落ち込んだゼロワン見るの久しぶりだもん。もういろいろ疲れた。女と一緒っていうのは疲れるよ。俺も最近女と一緒だけど疲れるとこあるもん。しびれた。いや俺も空気読んでるよちゃんと。とりあえずもうゼロワンあれする？ね、あ、首がやばいやばい。あれしよう。ここはさ、もう時間取られたし、ワープしよう。
何キロぐらいある？15くらいかな。15から20くらいだね。それにこの2リットルのペットボトルが入ってる。やばいよ。このバッグ持ってるけど、これ短パンにするのって結構入るからね。違う、めめしいんじゃない、純粋なんだよ男って。女が思ってる以上、女の方があっさりしてるから。